さあ、行きましょう。 A 漫才決勝戦です。決勝に戻ってきたのでめちゃめちゃテンション高いですね。え、あ、地獄から入れてきた、さすが。A 問題、ワンピー側、FAB、ボチョロキン、カリンチュー、ジョニー、ロイソルチーム、先方は、FAB さんですね。対戦相手は、JT さんのシャクオが先方です。岡田と HH チームは、チームメイトが控えとなります。どうなんでしょうかね、この組み合わせなんか、やっぱ火力差が。そうですね、ただジャックはゴーストを盾にすればゲージがどん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 増えていくんですね。今見てもらえると分かるんですけども、ゴーストの上にいる間はもうモリモリ溜まってきます。あ、これやばいです、危ない、うまい、ゲルキャンセル、足払い、3辺ですね。あー、DB と増えますがバックチェップの構築に刺すことができない。それかなり嫌な読み合い。あー、走り捉えてチャンス、ここで中段マリオさん、空中投げ、素晴らしい、コーラ好きだね、君たち。はい、足が抜けなくなった。さあ、ドーンと決めて、ノリシューラー、カウンター、マジで Wi-Fi 入っちゃうの、やばいじゃないですか、これ。危ないね、息が高くて助かった。さあ、バックセット、さあ、触って中段卓、もう流れるように攻めていく、空射手素晴らしい。そして触って補正切り、なるほど。そして家を新たに建設。うわ、なんか見栄えがやべえ、スルーしてる。おお、お前投げ強い、投げキャラバーンとかね、かっこいいポーズ、なんかライダーの変身シーンみたいですね。さあ、空射投げ、さあ JT ジャック王が体力はかなり減らし、あー、ポチョロギンマスターで逆転からの落ちてる。チャンス、チャンス、逃げたい、逃げたい、危ない、ヒット上げられて、ダウン一緒に P でフィニッシュ、勝ったのは FAB ポチョロギン。マスター、やっぱりさすがに硬直があるみたいですね。さあ、そして出てくるのは HH さんのシーンですね。さあ、大将で控えてる FAB さんと HH さんは、まあ、ジャムが最終的に強いか弱いかで王将のおごりをかけているということがあるお話なんですけども、どっちが勝っても敗北会っていうのが昨日のツイッター見て超面白くてどっちが賭けに勝っても敗北会ってなんだよそれとか、ね、あの、オガちゃんが強い側で HH さんはそうじゃなかった場合にっていうことなんですけどもどっち、なんか強かったら敗北会、ん、敗北会とはみたいな、面白そうです。さあ、クルシュ投げ。さあ、まずは、真の得意な前に行きたいところですね。ピークドライバーの先端前ですね。けど FAB さんはこのジャンプリーですね、これをうまく使って潰してくるんですけども、まあ、基本的には厳しいですね。さあ、まさかのジャンピーからのボトムキンバスター、日本戦車 FAB ボトムキン。さあ、この遠距離戦、上海、うまい、コパンから日系足取りちょっと軽いな、エンディス、エルク、ピンク、召し上げて、さあ、フルバッシュ、おいしい、すごい指導が入っているこのバースト、端から逃げたいですね、端付近ですと、ポジョンのコンボ火力はパワーアップしますね、なんと 1.5 に倍あるんじゃないか、ヒートエクションで締めて考えるとね、これ、まあ、本当に純粋にやばいです、火力。まあ、できる人は限られてはいるんですけど、ね、上海ですか、コパンから 3K、 上海、いやらしい。さあ、無理せず立ち回っていきます。あ、この引き逃げスタイルでもう少し、しかし遅いくる FAB ボチョロキン。さあ、デコピンできないだろうと、ジャンディに崩しを狙いましたが、ガードが硬い。上海からダストアタック飛んでった、珍しいダストアタック、花火と同時に最終ラウンド。さあ、ビーク、あー、チャンハイ、ここからまずい、逃げたい、逃げたい、直下してる、怖え、直下してるからもう、すでにね、空中投げとポチョロギンマスターに怯えないといけません。さあ、飯を食べると、ポチョロギンターンを渡してしまいます。なので、なんとか自力でダウンを奪いたいところでしたが、
セグマッシュ、メッシを食う、確定さす、おっと、ここ回復、ラッキー、リーグドライバー、ジャンプハイスが全部直下している、はい、ビッグリーグ、エイルク、ちょっと遅らせたビッグでしたが、すぐ飛んでいる。上海からジャンプハイサロ、いやらしいが、ボショルキンバサー画面集合、おっきい攻めはバックに2P を置いておく、マイビー当たって K、はい、おまかーバーストと花火が謎のコラボバーストが打った瞬間、背景で花火が打ち上がってまいりました。そのための背景、さあ出てくるのは小川里。このカード、まあ1回勝つだけですから、そこそこ簡単なんでしょうかね、難易度的には。あ、ありがとうございます。はい、D 番内の、あ、 D 番内の 1P 側に IMI カードの忘れ物が置いてありました。こちらの方で預かっておきますので、ちょっと IMI カードを残してしまったという方いらっしゃいましたら、こちらまでお越しください。これで何月何日何番台って書いてね。さあ小川ザト、おっとランクアップマッチ、そして称号は即リベンジ。負ければ負けるほど強くなる、こんな感じですね。さあ小川ザト対 FMB ポショルキン。さあ同心力とすれば、佐古さんのザトと対戦いたしました FAB さんのご勝負です。ホタテ対決を制したのは FAB さんでしたが、今度は小川ザトです。さあ回るしゃがみくらい、これはまずい、マイクへよろけて、なんかめちゃくちゃだ、すごい分身はまだ生きている。そして分身2世 2S ハイスラドリル、前に来る FAB の商品、プレッシャーが少し、よっとマジか、ギャラリーを捉えて、さあバースト、このバーストが小川先生の弱点でもあります。青バーストが使いたくない。デッドマンズハンド、そこに2ハイスラ、デッドマンズハンドを破壊しようとした相手に、その分身を破壊するヒットストップ中に本体の2ハイスラをカウンターヒットで当てようという連携ですね。恐ろしい。ハンマーホール、エンゲスヒート、エクステンド。さあここフェミさんのスライヘッドは起き上がり重ねるのではなく、起き上がった後のバックステップの硬直だったり、ジャンプの硬直に合わせるようなスライドヘッドの打ち方になっている気がしますね。さあ横出すと、おっとバースト一瞬当たらないんじゃないかなとヒヤリとしましたが、ここは当たっています。投げを決めてダメージを、うわお互いの反応素晴らしい。黄色キャスがマイティーバイク、ダメージを吹っ飛ばして回る。分身は生きているんです。画面中央どこにいる分身、あーガール、なんという能力差やばすぎる。さあ飛んでくる、追いかける、そこでゲージを入ってしまいましたが、小川佐藤がここで召喚、ダイヘッドうまく刺す。あーっと危ない、どこにいる、どこにいる追いかけられて、まだ分身ゲージは生きている。空中投げ、鉄を投げて空中足、 KPS からダッシュゲース、ダムのが出なかったっぽい、いや足払いか、これ 2S ですね。だったのはじゃあ 2S 差し合いしてたからキャンセルもありますね。素晴らしい18段ランクアップアッチ、あったのはお母さんと、あの分身見えないな、どこにいるんだろうな、あれ見当たらないな、あ、超ドリルはやべえっていうのは、俺らただね外側から見てるだけだ、なんとも言えるけど、対戦するとあ、やばって感じになるよね。だまず反省会は大会終わった後で今多分今の子はこれこれこうでっていうことを小川先生大将勝った後に FAB さんに言ったんですけど、 FAB さんまだ試合終わってんのが早く試合しなさいと保護者ですね。さて行きましょう、2人目出てくるのはロイソル。さあ2ハイスラー、これも東進撃突で見たカードですね。東進撃突、まあ、どれだけ熱いイベントだったのかって、もう本当に
あの試合を見てギルティーでね始めましたみたいな立川時代の友達が久しぶりに今日来てくれたんですけども、それだけ効果が大きかったですね。やってみようかなって思わせる何かがあのイベントにありましたね。さあ、チャンディー伸びる、見えません。伸びるで自分を守ってダブルバング、それ反則だろう。わー、決着条件、まあ、これがね、ヒーローキャンセルとのコンビネーションですよね。さあ、ここでシャドウギャラリーエストリーを置いて、ハイスラッシュ、ハイスラドリル。さあ、最近はマシャモンさんとのね、ガチも毎週1回行っているということで、それ戦もかなり対策積んでいるでしょう。おーっと投げている、ハスマイ投げて回るをしっかり分身犠牲、ダムドファングでエスドリル、昇竜拳リバーサル返して、さあ、ロイストラス攻めるか守るか非常に悩ましい。分身犠牲、分身にヒットストップがかかるので、それだけ不利になってしまう。ヒーローキャンセル、さあ、ここの読み合い、チャンス、ガードが硬い、飛んで逃げる、空手投げ、抑え込んで画面端、チャンハイからバースト、ここは当たっている。分身の動きに注目しましょう。頑張って前進しています。そして伸びました、しっかり捉えてリアル完走。勝ったのは小川里。やばいね、あの分身ずーっと見てたんだけど何も見ずにタカ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 タって歩いてって、なんか来たら伸びるみたいな、すごいですね。さあ、そして出てきたカリンチュ・ジョニー。カリンチュさんは本キャラクターのメインキャラクターですね。ジョニーに今回もキャラ変えております。今まではミディア・ソルでかなり小川先生が知っておりましたが、さあ、どうなる大将戦、カリンチュ・ジョニー対小川里、お互いにハメキャラですね。さあ、今日最近ちょっと思ったんですけど、ソルの出し配すらめちゃめちゃ、ソルじゃない、ジョニーの至近距離で超強いですね。ああ、もう後がない、火力、そして画面足、新 S 立ち配コイン前アイスだと、イケメンのコンボを決めていく一本選手、カリンチュ・ジョニー。さあ、ここフィッシュとしてうまく合わせて投げられると、あー、距離が悪い、がーやばい、投げ上げ潰しを狙っていく、コパンなど刈り取る2ハイスラですね。さあ、カメルート、金 S コイン、金 S ジャンディ、ハイスラ D、タンパク1個からであればいけます。さあ、終わる、ナイスバックステップ返していく、うまい、こちらもブリッツ、もう新システムを実戦に取り込んでいきます。ブンブ残ってんの、すげえ。さあ、そこで KPD と決めて画面中央、ハイスラドリル、イルカする KPD からミスワイナー上段、勝ったのはカリンチュ・ジョニーということで、本日の優勝チームは FAB ポチョムキン、カリンチュ・ジョニー、ロリソのチームとなります。おめでとうございます。俺を本気にさせたのはそこ見たいの、そこ飛ばしちゃうのかっこいいと思ってます。はい、というわけで本日の優勝チームは、カリンさんのチームとなりました。カリンさんのジョニー、ロイさんのソロ、 FAB さんのポチョロキンです。さあ、めっちゃレベル高い戦いでございましたが、来週は、アチョウの大会で被っているんですけども、帝の方でも3連休イベントを行います。詳しくは俺のツイッターをご覧ください。というわけでお疲れ様でした。俺を本気にさせたのはミステイクだったな。ジョニー、ウィン、ストレイク、やり直したね。ジョニーかっこいい。